はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬鹿の後藤です。今日は髪明るいですよね。それ何回ブリーチしてんの？10回くらいはしてます。10回ブリーチしてるそうです。大変なことですね。日々、毎日1回ずつ毎日っていうか染めるごとに、はい、結構黒染めしたりするんですよ。あ、黒くしたいなと思って黒染めをしてまたブリーチをするわけですか？ブリーチして黒染め取れなくないですか？全部いや、取れるんですよ。なんか市販の次のトーンでも明るくできるみたいな。それを繰り返してブリーチでまた抜くの？抜きます。じゃあ完全に抜けるの？抜けます。で、今日は希望で使うのがですね、ちょっと久々の登場なんですけど、ヤマネコカラージャムを使いたいと思います。で、ヤマネコカラージャムのこの紫ですね、墨、あと赤、こちらをちょっと使ってブレンドしたのをベースで使います。で、配合量としては、この紫2に対してこの赤が、1っていうことです。2対1で配合しました。で、そのカラーがどうなってるのかっていうと、こちらのカラーですね。モノクボの下のところがちょっとブリーチでツートンになってるんですね。で、そこを色変えたいってことで、よりちょっと赤がビビッドに出るようにですね、今度はルベルなんですけど、はい、これルベルのロコルのカラーですね、赤のカラー、これを単体で、いきたいなと思いますね。これ結構赤み強く入るんで、同じメーカーだとちょっとボケてしまう可能性があるんで、ここはメーカーをちょっと変えてですね、少し質感の違いを出したいと思います。っていうのでカラーはこのまま塗っていくんですよね。はい、僕ちょっとサボりたいのでセットしてもらおうかなと思って、そのまま撮影もしたいと思います。モデルさんにセットしてもらおうかなということで、あまり今までなかったんですけど、いい？大丈夫です。じゃあなんかゆる適当に、なんか緩い感じでいいんで、はい、なんか普段っぽい感じで、はい、これここ見てていいのかな？やけどしないでくださいね。はい、なんか前髪やる時のコツってあるんですか？あ、うまいね。コツとかあります？冷める前にこう整える。あー、なるほど。で、あれなんだ、じゃあ温めてすぐ、温めた後にちゃんとそうなじませるのが大切ってこと、はい、あとくるってやりすぎると、この横からこう隙間できておかしいんで、下の方だけで、横に流してるわけ。それはそうです、一応。あ、くるってなりすぎないようにして、冷める瞬間にちゃんと横に流れるようにしてやってるんだ。上手だね。なるほどです。前髪もこの感じですか？はい。早っ。まあいいや。早いですね。なんかちゃんとした方がいいですか？うん、大丈夫大丈夫。いや、でもそんなにいつもはこうです。うん、はい。なんか最後に何かあった？カメラ目線でお願いします。はい。え、本当いいんですか？何でもいいよ、何でもいいよ、本当に何でもいいっす。ランダムブロッキングもせず、ブロッキングもしないで、もうそのままリバースにとりあえず巻くと、こう、あ、それ抜くときは何かポイントあるんですか？下に降りるように。あ、そっか、降りるようにした方がナチュラルになりやすい、はい、なるほど。そこがポイントっすね。したらやるときね。で、こっち巻いたんで、はい、内巻きです。今度は逆のフォワード、内巻きに巻きます。で、この抜くときだね、ここだね、ここがポイントなんですね。ちょっと失敗した？失敗した。こっちどうしようか。そのいい感じに、なんか赤がちょっと目立っていいんじゃないですか。ちょっと下げて、あ、いいですね。
見えるところからも前からやっていくんですね、はい、ブロッキングしないで。それやったら簡単ですもんね、交互にやっていく。やっていくっていう感じですか。そしたら交互だけど、はい、そんなに気にせず。ああ、そっか。そこは最初感覚があるのか、うん、全部が交互っていうわけではないんだね、うん、感覚なんとなく交互だけど、うん、ここら辺は、はい、こっち側に来るようになるべく。あー、なるほどね。でも上は外がいい、はい、ああ。トップの方は、表面の方はバックがいいってことけど、中は、うん、中は前に来る感じ。あ、ひし形にしてるってことだ、簡単に言うと。ひし形のラインになるよね。表面の方をバックに巻いて、鉢を潰して中間をフォワードに巻くってことは、そこが出て見えるから、ひし形に見えるよね、うん、自然とそういう風にしてるんですね。どうぞだね。チューバーみたいな。これね、皆さん見ていただいてると思うんですけど、これ非常にやりづらいのは、鏡を見ながらやると簡単にできるんですけど、今すっごい小さいモニターを見て巻いてるんで、これ非常に難しいことを やってもらってるんですよね。なんでちょっとそこは多めに見てください。本来もっと上手に巻けると思うんですけど、難しいよね。難しい。ちょっと小さいからね。最後小技使ったね。毛先もちゃんと、うん、最後の小技は何？毛先もちゃんと向けるように。どそこの小技、それこうやってグーってちゃんと任さるように。ストレートだったら変だから。一番最後の毛先結構重要だね、今見てたら。カールをつけるように、ね、そっかそっか。巻いたのを外していった後に、一番最後のワンカール、これ外してからのワンカールが、ここが漢字みたいですね。なるほどね、はい、確かに。もう見てるとそうだもんね。で、外しての、このワンカール、ここですね。これが大切。ああ、そうそう。で、冷めるときにちょっと手でほぐして、ちょっとたまにほぐして具合を見て。ほぐさないときもあんだ。巻きすぎちゃったなと思ったら、じゃあほぐしたり奥さんがあったりするってことですか。はい、なるほど。難しい。そのやり方でもいいですね、止めないでやるって。あと止めるだけでも時間かかっちゃうじゃないですか。それだけでもね、巻くからまとまってるから、巻いてないところと、はい、巻かさってないところが分かるんで。もう一回止まっていいですか。巻いてるからこう固まるじゃないですか、こうやって。はい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 、だから巻かさってないところが、別にブロッキング取んなくてもいいかなみたいな。あ、なるほどね。巻いたとこと巻いてないとこ分かるもんね。確かに。そうかそうか。ブロッキング必要ないもん、見れば分かるって感じです。そうかそうか。うまく逃がすね。逃がし屋だね、逃がし屋。何ですかそれ。いや、うまくこのコテからうまくよくその小さいモニターで逃がしてんなと思って。慣れてんね、かなりやってんだな。やり込んでるわ。練習したんだいぶ。いや、毎日やってから。毎日女子なんで。ああ、女子なんでね。女子なんで。そっか。それどうしたの。あ、任せてない。ああ、それ後で巻いてね。じゃない？違う、重さってないけど。後ろ短いからね。後ろどうすんの？巻くの？後ろもこうやってみたり。ちょっとやってみましょうか。はい。ちょっと大変かもしれないけど。一応真ん中でなんとなく。うん。ちょっと前に持ってきてね。はい。見えると。これはリバースですね、今巻いてるのね。表面の。基本なんか表面リバースが多い気がしますけど。
って言ってますか？そんなことはないか。結構適当。本当に適当。決めてないです。決めてない。その時のだからいいのかもね。今日はちょっとこんな感じだねっていう。今のはスルッと、あ、短いから逃がすのか。ちょっとできなかった。うるさいよね。いや全然大丈夫。喋りすぎ。大丈夫。適当にやってるから説明されると緊張。ああ大丈夫。いや全然大丈夫ですか。さっきの適当な格好で。適当っていうか意外とちゃんとやってますよ。やっぱやりやすいでしょこっちの方。やりやすいです。お、あ、トリートメントしたんで。ちょっとこれ撮ってもいいですか？あ、はい、どうぞ。それ、捨てといてください。捨てといてください。どっかそこつけといてください。はい。スタイリング剤は何使うんですかね。セット剤とか何使われますか。いつも、はい、ワックス。ワックスですか。なるほど。メーカーとか言った方がいいですか。まあ、なんかあれば、はい。私はピースの、結構あの黒の硬いやつ使ってるんですけど。ああ、ピースの硬いやつ。ここの毛が多くて巻きづらい。ああ、そこが、そうかそうか。ちょっとでもね、そこ切ろうと思ったけど伸ばしててもなんかこれから伸ばしていくんだったらその重さちょっと必要なんですよね。あそこ今装具と結構軽くなりすぎちゃうんですよね、あのカットライン的に。伸ばしたいな。はい、なんだ、頑張ります。ちょっとそこはいいよね。すごい、すごい合ってると思います。良かったです。下からやる。中から。お、その理由は分かんない。なんとなく。なんとなく、あ、多分初めのこの量が多いんで、あの手に乗ってる、うんうん、で中の髪が多いから先につけて。素晴らしい。思ったのを。僕もいつもそういう風に説明してますお客さんに。いや、もうぴったりですね。素質ありますね。その通りです。本当に。なんとなく。そう、一番最初のアタックが一番つくんで前髪とかやっちゃうとダメなんですよね。で、ここにボリュームがないからこんな感じだったから、はい、前髪でここで分かれてるんで、はい、ギザギザって取ってこっちに置けるとここのトップのボリュームが出て。あー、なるほど。もうじゃあ巻くとかじゃなくてそれだけでいいんだ、うん、ギザギザ。私はしてます。なんか、なるほどね、こっちで巻いちゃうとこっちがすごい多くなっちゃうから。そうですね、確かに。足りなかったらここでアイロン入れたりとか、上の方から結構、上がちょっと足りなかったんでそこを入れると。あんまり下にはボリュームを出したら髪が多くなってるから、あ、ここだけ。あ、あんまり下のボリューム出さないようにするってことですね。中間だけ。今までなんか巻いて、ちょっともう形つきすぎちゃって直す時とかってあるんですか。もう直さない、もう一回巻き直す。いや、なんか変に巻かさっちゃった時は一回濡らすんですか。
一回鳴らします。あ、やっぱりそうなんだ。うまく自分の、はい、好きにならなかった時は、はい、時間ある時は鳴らして、はい、時間ない時は縛ります。あ、なるほど、そういうことか、縛る。前髪にワックスつけない理由は、つけない、なんだろう、なんか束感です、なんかボリュームがなくなる、風とかでわーってなった時に、うん、こう戻すのが大変だから、何もしない方が逆にこうやって回せるから。なるほど、私は好きです。はい、わかりました。つけない方がいいってことですね。はい、私ほぼ出来上がりです。いいですね。いや、いい感じにできました。大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。はい、YouTuber でした。はい、今日も撮影終わりました。今日は なんかスムーズに撮影が終わったような感じがしたんですが、今日どうでしたでしょうかね。なんか自分のスタイリングも今日ありましたけどね。そうですか。いつも自分でやってるよ。はい、画面で見るのが大変だったけど。ああ、そうですね、画面で見るね。初めて、はい、公開します。初公開ですね。恥ずかしい。自分の初公開。ただすごい上手にできたと思うんですけど、画面がどうしても小さいんで本当にやりづらいんですよ。それ皆さんちょっと分かんないと思うんですけど、その中でもやっていただいたんで本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、でチャンネルの方まだまだアップしていきますので、皆さん応援してください。シェアとかいいねしていただいたら非常にありがたいです。はい、では皆さんまた会いましょう。じゃあねー。